ぶどうを描きます。まず下へ、実と葉っぱです。葉っぱはグリーンに白と焦げ茶を半分ぐらいに、葉っぱの形をこうイメージしながら、それに今度反対側には黄土色も加えて、少し実がなるところの枯れた葉っぱをイメージします。ライナーで葉脈を描きます。白だけでもいいですし、そこにある絵の具でちょっと色をつけても構いません。3枚の葉っぱではなく、1つの葉っぱが3つに分かれているような形になります。こういう感じのイメージを持って描いてください。次に実を描きます。パープルと紺色と白をとってたっぷり取ります。筆を下ろしてその場で Z を描くようなイメージです。下ろしたところでちょっとだけ Z を意識して、右にちょっと触れたのを戻す感じです。向こう側の実から描くと手前に乗せていく感じで立体感が出ます。 Z、その場で Z を描いているイメージです。たっぷり筆に絵の具がついていると比較的楽に描けます。力は入れないで大丈夫です。少し乾かします。ライナーで片側にハイライトを入れます。ブドウの丸みを意識して、片っぽ左側であれば左側全部左側に入れていきます。重なっているところは上の実がどれかを意識して、ちょっと乾いてないのでにじみますが、しっかり乾かして描きましょう。ハイライトの点をちょんちょんと入れていきます。これで光っているように見えます。見えている実だけで結構です。反対側は紫を取って、実自体が紺が強い場合は紫で反対側を囲いますが、紫の実になっているときは紺で囲っても大丈夫です。見えているところだけ、どっちが上にあるかっていうところを意識しておきましょう。左側に、今回は左側にハイライト、光を感じるように入れて、ちょんちょんちょんと光を入れます。反対側は濃いめの色で囲うという感じです。これでまん丸にしてみましょう。最後に、小花を入れて、
独特のつるを描いて仕上げます。小鼻は今回は白ですが、いろんな色で構いません。ピンクとかでも可愛いと思います。ライナーでつるを描きます。これも茶色でもいいですし、緑の薄いのでも大丈夫です。